はい、どうもランランチャンネル、ランラン先生です。イエーイ。はい、じゃあみんな今日も元気なお友達。はい、はい、はい、じゃあそれでは今日はですね、なんと足腰を鍛えるね、下半身のトレーニングをやりたいと思います。下半身はすごいスポーツですごく大事な場所なのでね、鍛えてパワーアップできるように頑張りましょう。2020年のトレーニングもあと少しですがね、今日も張り切って頑張るぞ。おー、はい、じゃあまず一つ目のトレーニングはですね、まずはね、立った状態でラウンジって言ってね、手を頭のところに組んで、そのまま片足をまず後ろによいしょ、でここのももとお尻のところに体重をギューって、この時にお腹と背中にも力を入れて頑張ってね。で戻す時に足をつけないで、そのまま足を浮かせたまま今度前にギュッ、さあそのまま戻るっていうのをまずは5回頑張っていきましょう。さあ、じゃあみんな行きますよ、一緒に頑張ろうね。行きますよ、1、まずは後ろに、2、前にも、3、さあパワー貯めて、4、あと1回、5、はい、じゃあ反対の足でも頑張っていきましょう。いきますよ、1、2、さあきつい時こそ頑張る、3、よいしょ、4、さあそのまま後ろに、5、はい、じゃあできた、気持ちいい。はい、今日はだいぶハードですよ、みんな頑張っていきましょう。じゃああと一つ、レベルアップ。さあレベルアップはですね、そのままね、手を頭の後ろに組むのは一緒で、このラウンジの状態から、ね、ジャンプして入れ替える入れ替える、そうジャンプしたら右足と左足を入れ替えてやってみましょう。じゃあこれ5回でいいので、みんな一緒に頑張りましょう。いきますよ、はい、1、2、3、4、5、はい、お疲れ様でした。さあ今日みんなだいぶきつかったと思うけど、上手にできたかな。できたお友達。はい、はい、じゃあね、今日の下半身のトレーニング、とにかくね、スポーツではすごくね大事になってくるので、みんなで鍛えて頑張っていきましょう。さあ明日は大晦日、2020年最後のトレーニングになるけど、みんなで明日も一緒に体をもっともっと鍛えて、もっと運動が上手になれるように頑張るぞ。おー、はい、じゃあそれではまたね、バイバーイ。足腰